やっぱりやめてしまいましょうか。ダメなのです。ちゃんとカズト様に伝えないといけないのです。今やめてしまったらまた堂々巡りなのです。何も解決しないのです。任務か。レンファー様、シシュン殿。カズトのところに行くのか。その、はい。レンファー様、シシュン殿。そうか、頑張れよ。良いのですか。何がだ。当然だ。あやつは私のものという決まりはない。姉様が言ったように五の皆のものさ。確かにそうですが。まあ皆本心では違うだろうがな。シシュ。は。今夜は付き合って。酌をお願い。よい。こんばんは。あのですね、その
注いでいただこうと思って参りました。私の今の気持ちを率直に申し上げました。はい、好きになってしまいました。私はカズト様をお慕い申しております。変わったのは、猫に引っかかれてしまった私の手を見ていただいた時でした。カズト様の手の大きさを知りました。温かさを感じました。とても心地の良い温かさでした。そこからもう止まらないんです。心の中のカズト様と私の気持ちが溢れて溢れて止まらないのです。私のために食事を黙って届けてくださったカズト様、私が猫をとても好きだと言ったのを笑顔で聞いてくださるカズト様、他にもたくさんのカズト様が私の心の中に浮かんでは胸の奥をくすぐったく温かくしてくれるのです。こんな気持ちは初めてでした。これが人を好きになるということなんだと知りました。でも同時に怖かったんです。私などがカズト様をお慕い申しても良いものかと、その疑問が浮かんでしまってからはもうダメでした。何も手につかないようになってしまいました。考えても考えても答えは出ません。どうしたらいいのか分かりませんでした。そして斎様に言われ、シシュン殿の心遣いに触れ、蓮華様の大きさを改めて感じ決めたんです。素直にまっすぐにこの気持ちに身を委ねてみようと。それでこうしてやってまいりました。改めて申し上げます。カズト様、お慕い申しております。当然です、カズト様だからこそです。あっ、様の言う通りでした。はい、さっさと股を開いて小種を注ぎ込まれればよいと言われました。そうですか。
カズト様、それでは。まずは口でさせてください。何か変ですか？まずは口で愛するものだと教わったのですが、サイ様です。違うのですか？いいえ、全然思いません。むしろ頂戴できるのだと思えます。はい、ダメでしょうか？もちろんです。はい、それでは失礼します。